皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。それでは今日も染田と一緒にトレーニングやっていきましょう。今日行うトレーニングは腹筋のトレーニング、クランチという種目です。この動画のように椅子ですとか、まあソファーのような高いところに足を乗せていただいて、膝が90度ぐらいになるように曲げていただいて仰向けに寝ます。そこから顎を引いて息を吐きながらですね、お腹を丸めて戻してという形でやっていきます。染田は10回3セットでやっていますけども、負荷が足りないなと、もうちょっとできそうだなと思った方は回数を増やしてやってみるのもいいかと思います。で、腹筋というとこう上体起こしの動作を思い浮かべてしまって、とにかく体を上まで起こさないといけないんじゃないかと思ってしまう方もいらっしゃるかと思うんですけども、大事なことは上半身を丸める、お腹を丸めるということですので、実際に動かす範囲は肩甲骨が床から離れるかどうかぐらいの本当に短い距離で十分です。しっかり息を吐きながらおへそを見るようなイメージで、しっかりと丸めるということを意識して行ってみてください。1セット目はお腹に手を置いて染田は腹筋をやっていました。お腹に手を置くことで腹筋の動きを意識しやすくなるんですが、それだとですね、ちょっと首がきつくなってきてしまう、疲れてきてしまう方もいらっしゃるので、そういう方は手を頭の下に置いていただいて支えてあげるといいかと思います。はい、お疲れ様でした。